はい、どうぞ。はい、どうもついに名前を言わなくなった。前回 PS1 やったんですよ。こう、俺的に元祖マーシャル系エフェクターなんじゃないかっていう説を持って検証してみたんだけど、あの、マーシャルのクリーンに繋いだ時は DS1、まあまあマーシャルでした、うん、ね。だけど、ジャズコに繋いだ時あんまりマーシャルではありませんでした。残念ながらちょっとね、もっと上手い使い方が俺たちがね、下手だったのかなってのもあるから、ちょっと分かる人は教えてほしいななんて言いつつ、いや待ってくださいよとね、翔太郎さん待ってくださいよと、はいはい、もうツッコミの声が聞こえてきますよ、うん、マーシャル系のボスのエフェクターもあるじゃないですか、とっくに出てるじゃないですか、うん、っていうのね、もうそういう声が聞こえてきますわ。そうですね、知ってます、僕も知ってます、使ったこともあります、めちゃめちゃいいエフェクターです。というわけでご紹介しましょう。今回は、はい、ででん、ででんっていうほどもあれじゃないけど、パワースタック。どうですかこれはね。あの、もうここがさ、金色なのよ、微妙にこう上の部分の塗装金色で、で、まあ、黒で、もうマジでマーシャルじゃん、わかる？なんかもうカラーリングが完全にマーシャルなの。あの、これはもう、あの、マーシャル系サウンドを目指して作られてますっていう風に最初からあの、お触れが来てます、ボスさんから。だいたい2010年くらいに出てます、うん、で、あの、出た当時、あのね、ボスはプリアンプ系のエフェクターというか、なんていうの、アンプモデリング系のコンパクトエフェクターいっぱい出してたのよ、うんうん、覚えてるかな、あのさ、茶色いやつでコンボドライブってなったの。茶色？そう、あのね、それはね、AC30 ボックスの、はいはいはい、の歪みを出ますよっていうやつだったので、あとね、これはあの結構有名だったんだけど、フェンダーのベースマンのやつ、うんうんうん、あとフェンダーのツインリバーブのやつ、うんうんね、あれはもうめちゃめちゃプリアンプで、あの EQ がちゃんとミドルベースローとかちゃんとついてて、もう完全にプリアンプとして使えるなっていうタイプのやつだったんだよね。で、そういうなんかプリアンプというかアンプモデリング系、あとね、メタルコアもあったんだよね、うん、メタルコアってやつがあって、うん、そうそうそう、それは結構なんかメサブギー系というか、うん、うんうん、そういう歪みが結構2010年くらいはいっぱい出てたのかな。そうそうそう、あのもうフェンダーのやつなんて完全にね、あのコラボしちゃってるから、うん、あ、そうだね、そうそうそう、フェンダーのベースマンとツインリバーブをボスで再現しましたっていうエフェクターだったりするから、そういうアンプ系の歪みとかを出すのが流行ってたんですよ、ボスの中で、ね、それで、でも他のやつがあれよあれよと、もう廃盤になっていって、うん、もう売ってないんだよね、コンボドライブのフェンダーのツインリバーブベースマンも売ってないの、廃盤なの。へー、なんだけど、このパワースタック生き残ってます。うん、うん、まあね、音がいいのよ、シンプルに。まあ俺がちょっと使ってたのがね、もう結構前だからあんまり記憶は薄いんだけど、でも使った時、あ、めちゃめちゃジャズコからマーシャルの音出る、うん、うん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 、ね、あのボスはね、ローランドはこうエフェクターを作る時にジャズコで開発してるからね、だからマーシャルの音を狙った DS-1 も絶対マーシャルの音がするんだっつって、全然マーシャルの音がしなかったわけなんだけど、はい、でもあの、なんていうんですか、アナログ時代の話ですから、それ、うんね、アナログ時代のエフェクターマーシャル系は DS-1 だけど、デジタルのエフェクター、デジタルのマーシャル系の歪み、ボスの歪みはパワースタック、これが代表なもんで、多分再現性はすごい高いと。でね、これね、あのドライブがね、サウンドっていう項目になってて、で、クランチ、一番弱いのがクランチで、真ん中がドライブで、一番強いのがウルトラっていうさ、うん、そういう分け方をしてて、そうそうそう、だからあの結構クランチなマーシャルから普通にめちゃめちゃ歪むハイゲインなマーシャルまでしっかり音出るんで、幅広いと思う、かなりマーシャルとしても。だからマーシャルシミュレーターとして、マーシャルシミュレーターとして使えるのかな、だから TS9 をその前段にかますとか、うん、で、こっちをこうクランチくらいにするとか、そういうのでさらにマーシャルっぽい音を作り込んだりできる。うん、シンプルにクソ優秀、うん、だからね、中古価格も結構高かった。
これね、すごい安くゲットして4,500円。うん、大体ね、5,000円いきますね。はい、メタルゾーンが2500円だってことを考えると2倍の値段ついてるから、なるほど、そう、まだまだ中古市場でも人気が高いエフェクターだなっていう感じはするんだけど、そう、まあもうこれはね、俺の中でいい音がするってもう決まっちゃってるから、はい、もう分かりきっちゃってますんで、もうさっさとやっていきましょう。で、もう マーシャルと音にじゃあどんだけ近いのかっていうのも検証したいから、はい、そうだ、マーシャルのクリーンにつないでと、ジャズコのクリーンにつないでと、あとマーシャルの本当の歪みと聞き比べてもらって、で、どんなもんかなっていうね。俺はね、結構、あ、似てるじゃんってなると思う。うん。うん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 。ちょっとびっくりしちゃうんじゃないかな。ちょっと、おったまげないでくれよっていうね。マーシャルにつなげる意味は？どうなんですか？なんとなく。なんとなくです。うん、本当はジャズコに繋いだ方がいいのは分かってる、うん、まあまあ一応ね、検証するなら、はいはい、そうそう、そこもちょっと やっておきましょうみたいな。なるほど。そうそう、まずはそんな感じで早速やってみましょう。よろしくお願いします。はいはい、まあこんなクリーンサウンド、普通のクリーンサウンド、ここにパワースタックをちょっとつけていきます。ベースとトレブルもあるんだよね、うん、EQ としては、はい、で、ちょっとプリアンプっぽいのかな、やっぱ使い道としては、なんか、そのね、うん、なんだろう、プリアンプにさらにプリアンプかましたような音がする、そのこもり方が、なんかキャビネットシミュレーター入ってんのかいみたいなさ、はい、うん、なるほどね、なんかマーシャルのクリーンにはもしかしたらあんま相性良くないのかな、うん、ちょっと EQ いじってみるわ、よし。なんかマーシャルのクリーンと相性悪いかもしれん。うん、なんかそうだね、ちょっとうおい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 って感じなんだけど、俺の中で絶対いい音がするエフェクターランキング結構上位だったんだけど、ちょっと待ってよ。じゃあここ、あ、ごめん、いい、はい、じゃあここで、ま、あのマーシャルの本当の歪み聞いてみよう、本来の。なんだろう、パワースタックを聴いた後に聴くと薄皮一枚むけたような、そうだね、なんか解像度が一段階上がったような気がするわ。うん、まあていうかこれが本物なんだけどね。うん、それをパワースタックのクリーンにね、マーシャルのクリーンにパワースタックつないだら、なんか違うね。まずプリアンプ的使い方であれば、あ、そうだね、ちょっとリターン差しやってみる。そうそうそう、天下のリターン差しやってみましょうか。あれ？違うね。違うわ。リ
ターンザとしてのプリアンプっぽくなんない、ね、なんないなんないってことは歪みエフェクターなんだ。そうだね。だけどマーシャルのクリーンとめっちゃ相性悪いね。相性悪いかも。嘘でしょ。ちょっとあまりにもショックなんだけど、俺さ、さっきさ打ち合わせじゃないけどさ、カメラ外でさ、まあ次どれやるっつってさ、もうパワースタックはいい音出るの決まってっから全然問題ないですよ、すぐ終わっちゃうんじゃないのって言ってたのに。嘘だろ。はい、そんな感じで、かなり俺はショックを受けたんだけど、そう、でもあのこっちならジャズコならいい音出ると思います。これはあのもうそれはね、昔の俺の耳が悪かったんって話になっちゃうからもし全然音良くなかったらそんなことはねえと、ちょっと昔の俺を信じてやっていきたいなと思うんで、まあクリーンはまあ普通のジャズコの音。じゃあここからやってみるよ。頼む頼む。よりは、まあ、うん、マーシャルっぽいっていうか普通にいい歪みとして音が乗ってるなっていう、うんうん、ジャズコと相性がいいっていうのはこれはちょっとそうだ、ね、よかったよかった。ちょっとねどうしようかな。なんかでもねモコルトまで言わないけど、もうちょっとトレブル上げてドライブも上げていいですか。ハイゲインになってったかな、うん、そう俺がまあ俺が言いたかったのはこの音よ。なるほどね。そうそうそう、マーシャルっぽさ出てるかなっていうね。どう、そう、これはちょっとあの客観的な正直なところ、うん、マーシャルではない。ああそうっぽさはあるけど。なるほどなるほど。ちょっとさ、あのこっちの EQ いじってみていい？ああ、いいよ。そうそうきっと、うん、それで補えると思う。うん、なんかね、なんか、ズンズン感少ないね。少ないね。うん、ちょっと少ないね。ちょっとハイゲインに歪んでるんだけど、ブーミーになっちゃってるっていうかさ、なんか割れてる低域の出方してるじゃん。ああそう、ああなんかそうか、昔の俺の耳が悪かったのか。それは嫌だな。そんなことないけどな。いやなんか全体的に使いやすいんだけどね、歪みとして。うん、うん、もしかしたらあんまハイゲイン向いてないのかな。ちょっとえ、ずっと何ずっとフラットかちょっと上げ目くらい。ちょっと今完全に下げたWe'll be right back.
ちの方がいいわ。そうだね、まあ、クランチ気味のやつはの方が、ね、マーシャルの良さっていうかさ、ちょっと歪んでるマーシャル感あるよね。そう、強い強い強い。なんかそ、うん、これさ、うん、パッチケーブルないの？あ、パッチケーブルあるよ。ブーストライバーとかってつなげたらいい感じになりそうな気がする。ちょっとやってみる。で、歪ませれば、うん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 、まあ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 、結果通りです、ね、予想してた通りの音になったな。マジか、ちょっとへこむな。で、ごめん、マーシャルの、歪みと聴き比べたい。いや、ほんと、まあ、なるほど。そうそうそう、ほうほう、そう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 、いや、今ちょっとこっちに耳慣れたからさ、うん、そうそう、だからよりモコっとしすぎちゃうのかなとか。あ、なんか、うん、パキッとしないのかな。そうだね。結構セッティングやばい。セッティングやばい。ダメだな。違うな。やっぱ、うん、パワースタックっていうエフェクター自体は、まあ、そもそもマーシャルのクリーンとは相性良くないね。で、ジャズコの方にも繋いだけど、まあ客観的に聴いてるロイヒー的にはマーシャルの音では俺はち、やっぱ、うん、まあ少なくともこう、ハイゲイン歪んだ方は、うん、俺はなんかやっぱちょっと違うかな。あー、そう、なんかマーシャルの音が出ます、はい、つなげてみました、あーってなると思うな、うんうん、こうやっちゃうと明らかにちょっとそんなガチで検証されるとはみたいなそうって思わない、なんかそうね、ちょっとね、いや、単体の音はいいんだよ、うん、別に俺悪くないと思う、やっぱまあその、ただマーシャルだと思って使った時の期待値に対しては低い、ちょっとそう、あーってなったよ。俺の言うスタックアンプ感っていうのはやっぱブリッジミュートとかさ、はいはい、ズン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 ってやったら、はい、やった時のこう箱なり感というかさ、キャビがズンズン鳴ってる感じって結構、まあ、俺が好きなジャンル的には大事で、で、メタルゾーンをジャズコにリターン挿しした時とかにはそのスタックアンプ感出るわけよ、うん、低音ズン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 っていう気持ちいい低音が結構
出てくれて、すごい良かったの。それはだからすごい感動した。スタックアンプ感があって感動した。なるほど。なんだけど、パワースタックを、まあ、リターンザシャアそもそもダメだし、フロントに刺した時も、ちょっとその低音感がついてこなかった。そうだね。音割れちゃってた。うん。だから、そうじゃないマーシャルとしての使い方、付き合い方の人は、俺すごいいいと思う。うん、俺の思うマーシャルってやっぱハイゲインな、うん、まあさっきねこの JBM のマーシャルで聞いたようなあの音、あの低音感ってのが俺的に結構大事だから、そこはちょっと来てくれなかったな。うん、ただクランチからちょっと歪んでるくらいのところで、うん、あんまズン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 するんじゃなくて、普通にこうクリーンなプレーというかさ、こうコードワークとかでプレーして、こうマーシャルっぽさを出したいなっていう人には、うん、これめちゃめちゃマーシャルっぽい、うん、じゃあそこでマーシャルの味は出るのか、そういう感じだったね。そっか、まあ俺の好きなジャンル、俺の好きなというか得意なジャンルじゃなかったっていうだけで、うん、マーシャルっぽさっていうのはあった、あったけど、パワースタックっていう名前なのかちょっとちょっと、ね、そうパワースタックっていう名前だとさ、俺はそう思っちゃうわけ。パワーのあるスタック感のあるズン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 、すげえヘビーな音も出るぜみたいなノリで出してるけど、どっちかというとね、クランチスタックやクランチスタックな、うん、そうそうそう、プリアンプでもないしね。そうだね、そうなんで、プリアンプでもなかった。だから俺は前段に TS 系またかましたらDS1 の時と同じこと言ってるけど、確かになんかいい音になるんじゃないのかな。うん、わーちょっと悔しかったな。そっか、いやちょっと俺一番なんか余裕っしょって思ってたから、余裕でいい音出るっしょみたいな。うん、まあちょっとそうだね、うん、逆に、うん、TS だったらブルースドライバー前段にかましてもいいんじゃん。あーだったそうだね、そうだね。相当だぞいやでも別になんか意味なかったそうね、大きな変化はなかったね。ブルースドライバーじゃなかった。あーそっか、なんかな、悔しいな。だったらさ、あの前にやったクロワッサンディストーションの方がさ、マーシャルっぽかったね。確かに、うん、そうだね、うん、あのスタックアンプ感、スタックアンプ感はあったよね。そう、ちょっと悔しいなそれ。俺これ4500円払ってんだよ、いいエフェクターだと思ってマジっすか。クランチだね。ちょっとクランチはね、いいいい。
どう？割といいんじゃん。いい音出てるね。割と今もうがっつりこの感じにしたけど、ね、はい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 。比較的ストラトだとなんかマーシャルっぽさ割と出てる。出るね。なるほど、ギターとの相性も大きいのか。シングルコイルとパワースタックの相性いい。うんじゃない？なんか、うん、なんか今ザーッといじってて、そうだね、割と悪くないんじゃない？そうか、だから、まあ、ちょっと分かんないけど、分かんないけど比較的モダンなマーシャルじゃなくてちょっとオールドマーシャル系なのかも。その美味しいところが、だからクランチがいいっていうのはそういうところなのかもね。クランチとシングルコイル、うん、だからハムでクランチを割とよく聞こえたのはそういった理由なのかもね。そうだね。まあ再現度はオールドマーシャル系のマーシャルとして見た方が高いのかな、うん、だからその JVM なんてさ、ザ・モダンマーシャルなわけじゃん。そうだね。そういうのと比べちゃうとちょっと違うんだよなっていう風になるけど、うん、そっか。だからあれだね、言い方悪いけどおじさん向けの商品ってことだね。なんかプレキシって言われるタイプの方なのかなって今思った。うん、俺みたいな若造がさ好きなマーシャルの感じじゃなくてさ、もっといなたいおじさまたちの、おじさまたちに向いてるマーシャル。なのかな。渋いんじゃん。渋いんだね。だったらパワースタックって名前にすんなっつの。もっとね、ヴィンテージスタックとかにしてくださいよ。割とこのストラトでかわせた時は俺は嫌いじゃない。そうだね。いやー、まあ、まあまあでも結局美味しいとこ見つかってよかったわ、うん、なんか俺ほんとハムだけ弾いてたら何なんで終わっちゃったから褒めようにも褒めるとこないみたいな感じで終わっちゃったから。そう、あのちゃんといいとこが、いいとこはいいと言えてよかったわ。いや助かった、このストラトに助けられた。だからあれだよ、あのなんだっけ、安いさ、うんうん、なんだっけ、レビューしてたじゃん、プレイテック、プレイテック、うん、あれとかで、うんうんうん、取り出しても割とこういう音色は作れるんだ。確かに確かに確かに、プレイテックのストラトとか、そうね、ストラトタイプなら比較的いいよね。そうか、わざわざそんなフェンダーとかでっていうよりは、うんうんうん、ちょっとね、シングルコイル系のシングルコイルで、うんうん、で4500円、うん、格安格安で、格安、確かにそれでもザ・マーシャルな音が出るから、うん、そう、いいか、そうね、あの全然今聴いてても多分バンドサウンドでの音抜けとかも悪くないと思う、うん、なんか埋もれる感じの音じゃないから。そうだね、いやよかった。割と俺はもし、うん、あのシングル使うんだったらこれは持ってていいと思う。ああって思った。そうだね、うん、シングル使う人はパワースタックありだね。うん、全然ありよ。うん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 、なんかそうね、いやほんとだからもうずっと言ってっけど、名前がさ完全にハム向けなのよ。ハムバッカー向けのさ名前じゃん、パワースタックって。いや俺は今ので評価が上がった。あーよかったよかった。そもそも俺が前に出てこういじるってことは、うん、なるべくその評価は上がった。そうだね、結構興味出てるってことだもんね。そうそう、興味津々になってるから。いやーよかった、パワースタックのいいとこ見つかって助かった。ああそっか、そういう感じか。なるほどね、うん、いやー発見ありますな。発見あるし、あのボスのエフェクターはオールマイティじゃない。全部全部なんかあの初心者が持ってとけっつうのはちょっとなんとも言えないよね。まあ、うん、あの俺が言うね、俺が思う初心者向けっていうのはあのエフェクツベーカリーの時も言ったけど、外さない。そうだね、どういうセッティングしてもある程度外れない音が作れるよっていうのが俺の思う初心者向けのエフェクターなのよ、うん、でそれに関して言えばボスは
結構外れることが多いから。あれだよ、なんかさ、打ち出し方がさ、うん、要はマーシャルって言うね、思わせちゃうじゃん。そう、匂わせだもん。それが良くないの。ああ、そうだね、そうだね、うん、確かに。もっとマーシャルするなら、もっとね、完成度を上げてほしいよね。そう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 、なんか、うん、なんか、うん、バランス、オールマイティーではない。そう、オールマイティーではない。こうスイートスポットっていうか、ハマるとこ見つかればすごいいいエフェクターなのは、まあ、今まで弾いてきた全部そうだったから、それは間違いないんだけど、ただそのハマる場所ってのをちゃんと見極めないと、うん、ボス買って、なんだよボスがよってさ、なる人いるじゃん、うん、ボスの歪みはクソみたいなこと言う人いるじゃん。それはやっぱそういうハマるとこが見つからなかったから、そういうふうに思うと思う。今回俺たちもこうやっていろいろ検証した結果、これのシングルコイルのジャズコなら、まあ、パワースタックハマりますよみたいなさ、ようやく見つかるわけじゃん、うん、そうそう、この情報を知っておけばそういう人に向けてさ、こうベストなチョイスができるんだけど、うん、そう、やっぱこういうのはね、だから逆にこの動画にもそういう、それなりに意義があると思うよ、うんうん、やる意味が、うんうん、ちゃんとダメなものはダメとさあのオブラートに包みながら伝えることで、うん、いやー今回ちょっと俺本当楽勝だと思ったの、すぐ終わると思ってた。はい、いい音ですね、オッケーみたいな感じよ、すぐ終わると思った。もう全然でもない、すごい苦労したね今回。そうだね。ああ、いや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 、優秀だと思われてたものが意外とハマりどころ難しくてね、なんかそんな期待してなかったやつが結構良かったりね、うん、うん、いやー面白いわ、ボスのエフェクターの旅は面白いね結構。そうっすね。はい、でもそんな感じで今回は長かったな、収録時間はね50分くらいいってるんで。はいはい、じゃあまた、あとね、あと2種類今日やっていこうと思うんで、はい、よし、じゃあこれから後半戦気合い入れて頑張っていきましょう。はい、じゃあ、動画見てくれてありがとうございました。じゃあまた、はい、次の動画で会いましょう。さよなら。